それでは見事寺内大吉記念杯の栄冠に輝きました小林大成選手にお話を伺います。小林選手おめでとうございます。ありがとうございます。はい、大きな声援が飛んでおります。まずは今の率直なお気持ちからお願いします。はい、今年1回も優勝できなかったんで本当いい締めくくりになって嬉しいです。はい、同県の後輩佐々木選手、何でもやるというコメントでしたが思い切って言ってくれましたね。いや本当に信頼してたんであんだけかけてくれて本当に自分が優勝できたのは佐々木のおかげです。はい、番手で後ろを見ながら非常に余裕を感じたんですがご自身本当のところはいかがでしたか。かけてからは余裕はありましたけどやっぱどのラインも強かったんですごい不安はありました。はい、今関東若手すごく盛り上がってると思います。小林選手もなんか期するものがあるんじゃないですか。そうですね、やっぱオールスターで増井が優勝したのは自分にとってやっぱすごい分岐点になったと思います。はい、それでは大勢のファンの皆様に一言メッセージをお願いいたします。はい、今日も応援ありがとうございました。優勝できたのはやっぱ応援できたファンの方とラインのおかげだと思うんで来年も頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、皆様もう一度大きな大きな拍手をお願いいたします。